ここまでいくと構造問題にも寄与するっていう理解ですかね。そうですね。なのでこのリパトリ減税、まさに今の話が大事で、戻ってきたお金の使途まで見とくことが大事なんだと思うんですよね。だからこういう使途で戻したらさらに減税にプラスしてこういう雨がありますとか、まあ、いろんなあの政府与党の好きな制度設計にすればいいと思いますけれども、どう何に使われるかっていうのは、まあ、おっしゃる通りすごい大事ですよね。アメリカの場合自社株買いに結構使われたって言われてますね。でアメリカはやっぱ持ち株多いんで、その家計部門が株が上がると消費が上がる、景気に寄与したっていう説明もあるんですね。したらもしその筋が悪いリパトリ減税っていうのは直接的に出しにくかったら、国内の設備投資に減税するっていうのでも一応間接的には影響を与えられる、うん、そうですね。なら戻すっていう人も、うん、企業さんもあるかもしれないし、まあ、ただこの今戻ってこないっていうのも、はい、今はそうですけど、今やっぱり賃金上がってるじゃないですか。でこれから人手不足はますますひどくなるわけですよね。そう考えると、ね、今までよりも賃上げの原資は日本経済は必要になるはずなんですよ、うん、ってことは何もしなくても戻るかもしれないですよね、うん、だからなんか今あるこのデータだけ見て処方箋処方箋って、まあ、私は仕事上聞かれることが多いのでこういろいろなリストアップしてますけども、それは例えば来年は何もしなくてもNISAの中で国内株投資する人が増えてるかもしれないし、もしかしたら来年見てみたらすごいその国際収支統計見てみたら全然日本にいっぱい戻ってきてんじゃんとかっていうケースもあるかもしれない。これだけベアがあの元気がいいと。なので今この時点で言えることはこういう政策がありますけども、来年これがなんか必要だったって言えるかどうかっていうのはこれはクエスチョンですよね。誰にも分かんないことです、それはという感じですかね。あくまで現段階というところでのお話ですけれども、そのこのリパトリ減税だとして戻ってこないかもしれないという話もありましたが、ただその 5% の分で、もし実際やるとしたら実現性といいますか、どうなんですかね、まあ、私もそのいろんな事情に詳しいわけではないですけども、ただ報道を見てるとなんか結構角度が高い話なのかなって思いながら、あの一読者として新聞を読んでる感じですけどね。盛り上がってますよね。でやっぱ国内の投資自体は去年の骨太の方針からもう歌われてるんですよね、うん、これで違う文脈であのサプライチェーンの再構築とか経済安全保障っていうところで、まあ、国内に回帰して国内で設備投資しましょうっていうこと自体はもうずっと続いてる流れではあるので、まあ、そこにうまく乗っかればスパッとこう入るんじゃないかなとか、ね、思ったりもしますけどね。仮に次元でやるんであればずっとやるわけではないですし、はい、っていう考え方もあるのかなと思いますね。さあそして最後にですね、円安をある程度新状態、新しい状態と捉えた上でこれをいかに生かすかという視点に触れてみます。円安を生かすカードとして注目されているのが対内直接投資の促進という政策課題です。まず唐鎌さん、この対内直接投資というのは具体的にどういったものでしょう。はい、いろいろありますけれども、まあ、皆様にとって想像しやすいのは外資系の企業が日本に入ってきて工場を作ってあの物を作ってそこから輸出すると、まあ、最近熊本県菊陽町の台湾の半導体メーカーである TSMC の例っていろんなところでやってますよね、まあ、あれが対内直接投資の最大の事例。あとは M&A も対内直接投資に入るので、まあ、世界的には実は先進国は M&A の方が多いんですけど、まあ、日本は実は先進国のにもかかわらず対内直接投資はこの工場型、これグリーンフィールド投資って言うんですけど、グリーンフィールド投資の方が割合が多いんですよ。で今それを増やしていきたいなっていうのが一応去年の骨太の方針からはっきり2030年までに残高100兆円というふうに言われてますね。ただこの今出てグラフを見ますと、これ主要国の対内直接投資残高、左がイギリスカナダと始まってずっと右に行ってようやく日本が出てくるという状況ですよね。国連貿易開発会議によると2022年末の時点で対名目 GDP で見た時の主要国の対内直接投資残高において日本は OECD に加盟している38カ国で最下位で、このグラフ見ると北朝鮮よりもこれ日本が少ないという、うん、ことですね。これ、まあ、OECD 最低というか世界最低に近いっていうのが実は実態としてあって、これ GDP で 5% 超かななんですけど、さすがにこれはないんじゃないかと私は思うんですよね。これがないんじゃないかというか、はい、事実これなんですけど、はい、これが実力だっていうのはやっぱりちょっと違うのかな、うん、上がブルンジ共和国で下がネパール、はい、ちょっとねっていうのはありますよね。だからこれに2030年までに100兆円の残高を積んでいくんだっていうのは、うん、ここはあのアップサイドが割と見込める話ですし、はい、今日いろんなとか、まあ、NISA とかレパートリーの話しましたけども、全然これは成功法だと思うんですよね。てかこれしかないと思う。あ、これしかない。こういうことでそのいろんなところに来てもらって日本経済の活力を作っていくっていうのが私は王道なんだろうなと思うんですよね。もうこれから円安がある程度、例えば150円であれ160円であれ140円であれ、円安は円安ですよ、海外から見たときに。なのでそれを生かすカードとして何って考えたときに、やっぱりインバウンドもいいんですけど、やっぱこういう対内直接として熊本県菊陽町みたいな例が日本のそこかしこに出てくると変わっていくのかな。それは外資系の力借りてるだけじゃないか、うん、そうですよ、何が悪いんですかと、うん、もう円安なんだからそれしかないですよねっていうのはもうあの実態なんだろうなと思うんですね。まあ、訪日外国人ということで言いますと3月4月が2ヶ月連続で300万人を超えたというニュースもありましたので、まあ、それはあくまでそれはインバウンドという目線ですね。でこれはもう海外から日本に投資してもらう。そうですね。インバウンドは海外の人を呼ぶ政策、対内直接投資は海外の資本を呼ぶ政策、うん、で人に関してはいっぱい来てるんで、はい、次はこの資本の鎖国とかってやりされたりするんですけど、をやっていきましょうっていうのはこの政策ですよね。はい。でこれをその、政府は2030年に100兆円に増やすという目標を掲げているという、今このグラフですね、白いのが予測値ですけども、はい、これはですね過去
その、まあ、ここに米印で注釈打ってますけども過去10年の伸び率前提にするとできない話じゃないと思うんですよね、うん、普通にこの勢いで伸びていっても100兆円手前ぐらい私の試算だと2031年ぐらいには100兆超えるんですけど、はい、ただそれもなんかでかい案件がボンってきたらその限りではないので、うん、もっと手前で実現するかもしれないし、まあ、あるいはしないかもしれないんですけどもそんな無理な政府目標ではないんじゃないかなって思いますね、うん100兆というのは大きすぎるということではないということですね。100兆はあの文字通り通過点としてやっていかなければいけないと思いますね。で、一応これは実現できる目はあるのかなっていうのはもちろん円安で安いっていうのはあるんですけど、もう皆様よくいろんなところで見てる通りデリスキングとか、まあ、フレンドショアリングとか言ってますけど今世界的にはサプライチェーンを仲のいい国に移そうという動きが流行っていて今まで中国にあったものは日本に置くとか台湾なんかはその象徴なわけですよね。台湾の TSMC なんかは地球上で一番地政学上不安定な場所というふうに台湾は言われてるわけですからそれが日本に来たっていうのもやっぱり日本だったらその外交上も安心であると、うん、で教育水準もあるおまけに経済の規模も大きいよねと落ちたとはいえ4位ですから、はい、なのでなんとなく日本に資本を引き込む上では世界的には今逆風吹いてますけども日本にとっては順風ですよねその追い風ですよねこれは生かさない手はないと思いますけどねこのグラフとしてはその2014年から2023までの結構右肩上がりでいいペースで増えてるなという印象もあるんですけどそうですねあの実はですねこの対内直接投資が少なすぎるから増やさなければいけないというのはもう歴代の政権が言ってるんですよ、うんずっと言われてるんですよで私あの2004年に社会人になって最初日本貿易振興機構ジェトロというところにあの新卒で入ったんですけど、はい、あの時も小泉政権が5年で対内直接投資を倍にするって言ってたんですよで名刺に私インベストジャパンって入れられたの覚えてますからあのでそれはやっぱり5年で倍になったんですよ残高は、まあ、残高聞きたいですから、ねはい、だからその都度その都度問題されてきたものがちゃんとちょっとずつ実現されてですね今に至ってるっていう意味では、まあ、何でも批判するのも良くないのでこれはあのなんでしょうね、褒められるべき事例というか、うん、ちゃんとその財政再建目標とかに比べれば、はい、ちゃんと実現してきた目標ではありますよね、まあ、日本が信頼されている、まあ、いろんな意味で信頼されているという面と、うん、あと今までの、まあ、円安っていう両方が来てるところですもんね。そうですね。結構その日本株が去年から買われてる理由っていうのも、うん、やっぱ日本の安定感っていうところが注目されていて成長性ってわけじゃないんだけど、まあ、特に中国と比べた時の安定性とか注目されてるところが大きいので、まあ、株式投資だけじゃなくて直接投資に関しても、まあ、そこが注目されて投資が増えるっていうのは全然あるストーリーなのかなと思いますね、うん、あとは唐川さんずっとおっしゃってその、まあ、円安になって日本の労働力が安いっていうのはある種新興国にみたいな形になっていて、まあ、新興国っていうのは当然先進国からどんどん投資してもらってノウハウをこう蓄積してそれで成長していくっていうのは通常新興国のモデルなので、まあ、こういうのを目指すっていうのはすごく自然な流れっていうことですかね。そうですね。ただ新興国は人が増えてるそういう面では新興国より新興国そんなひどいことは言うともないんですけど絶対用意してもらえない新興国よりもその何でしょうね新興国って言ってたんですけど新興国って新しく起こる国だなと思って今喋ってて、はい、新しく起こるっていう勢いはないですよね。そうですね。でも新興国は間違いないです。だからその人が少ないっていう、うん、あの 人が減っていくっていうのも結局先ほどのインバウンドの話もそのもうすでにオーバーツーリズムとか、うん、その場所によっては建築を規制するとか宿泊税取るとかもうなんか来ないでくれっていう方にシフトしてるじゃないですか、はい、それって人がいないからなんですよね、うん、もうニセコが満室営業を諦めたとかってよくニュースやってますけど、だからインバウンド需要があってもインバウンド供給がない、だから人手不足の問題ってもうインバウンドから取れる外貨が限界に来てますよっていうサインが点滅してるんで違う経路として対内直接投資の話をしていかなきゃいけないんですけど、うん、まあね、この話って言うと今度じゃ工場で働く人どうするんだとか、そうなんですよね、うん、そう経済学的にはクラウディングアウトってやつですよね。要するに海外の企業が入ってくるとそこで日本人が働かなきゃいけないので、はい、日本の企業で働く人だった人が取られちゃって日本企業成長性が落ちるんじゃないかっていう副作用が出てくると。そうです。例えばじゃ介護なんてもともと人が足らないのに、うん、なんか半導体の工場で働いてどうするんだとか、うん、多分いっぱいあの熊本県みたいなケースが出てくるとそういう話が出てくるし、あのなんか確かどこかの地方でコストコができて、はい、コストコにの平均需給がその地域の最低賃金の何倍かに設定されて他の飲食店が人取れなかったみたいなニュースをやってたんですけど、そういうことなんですよね。でそこは何で解決するのっていうと結局いつもそのスタックしてしまう移民の問題とかに議論しなきゃいけなくなっちゃうんですよね。言い方は難しいんですけど、でも日本に来る企業って TSMC も含めて非常に優秀な企業が来るはずなの で当然全部日本人の労働力だけじゃなくて、まあ、言い方ですけどこうスキルの高い海外の人も日本に来て滞在してくれるっていう意味では日本の滞在人口も増えるわけなので、なんかどうしてもですね昔ながらの経済分析ってこれぐらい投資が来ると日本人の雇用をこれぐらい生むんですとかっていう言い方しがちなんですけど、うん、そういう観点じゃなくて企業が来るときにそのスキルを持ってきてくれる外国人もいっぱい来て滞在人口増えるんですよっていうと結構いいことばかりっていう考え方もできると思うんですよね、うん、だからそういうなんか見せ方次第ではもっとこの議論ってこう成長分野としてこう、そうですね、よく見えると思うんですけどね、うん、この来た外国人の子供の教育をどうするかとか、うん、インターナショナル、あの熊本県はインターナショナルスクール作ったんですよ、うん、だから市場の教育をどうするかとか医療の提供をどうするかとか不動産の情報をどうするかとか、そういうミクロなところでいろんな努力が実はこの話は含まれてるんですよね、うん、
みんな心配しているその海外の人が来るとハレーションがあるんじゃないかとかっていう意味では、うん、そういう目的意識を持ってなんていうんですかね、ただ日本で稼ぎたいからとかじゃなくてちゃんとこう産業として来てくれた方がやっぱり溶け込みやすいというかですね、そこのハレーションも比較的少ないと思うんで、こういうむしろ来てくれるうちにどんどん来てもらった方が多分結果的にそういう心配、うん、その日本外国人に入ってきて大丈夫かなって心配も結果的に薄いまま経済効果は出せるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、すでに遅いという気もそこに関してはあると思っていて、まあ、特にそのアカデミアの世界とかではそうですよね、バンバン日本からノーベル賞出てる時にもっと開いておいた方が良かったんじゃないかっていう意見もありますよね、それに近いと思うんですよね、早ければ早いほどいい話だと思うんですよね、いかんせん来てもらわなきゃまずしょうがないっていうのがありますし、さあそこからどうするかっていうのはあらかじめやっぱり想定できるものをしておかなきゃいけないし、うん、と思いますね、だから、うん、本当まさに来てもらえるうちにっていうのはそういい言い方だと思いますよね、さあ今日本当に唐熊さんにさまざまな処方箋についても含めてですね、いろいろお話を伺ってきましたけれども、すいませんいかがでしたか。いや本当に構造問題いっぱいあってですね、金利差の話はほとんどなかったですからねそこが本質だというのが伝わるといいなと思いながら、はいはい、お話聞いてました、お話させていただきました、はいはい、いろんなメディアでも、ね、唐熊さんいろいろお話になってますから、はいはい、これは今後の150円突破して160円も通過点、通過する場面は今後あるでしょうねっていうふうに言うようにしてます。さっきのトランプさんの話もあるし、原油の値段も下がらないし、うん、やっぱりどっちにリスクを振っておくべきかって言ったらやっぱそっちに備えた方がいいかなっていうお話をよくするようにしてますね。そこはまた来てもらってお話もしてもらいたいところなんですが、それだけじゃなくて、はい、なんかノートも、はい、あーそうですね、私もこういうメディアもいろんなところ出させていただいて、コラムも今、うん、いろんなところで今月10本ちょっとやらせていただいてるんですけど、どれ見ればいいんですかというのは結構言われるので、まあ、自分がその月にテレビに出たりコラムを書いたりしたことに関して一番大事だと思うことは、まあ、5本だけまとめてノートに整理しておくということをやってますので、まあ、もしよろしかったら、まあ、皆様宣伝なんですけど覗いていただけると嬉しいなと、カラカマラボという名前でやってるのでよろしくお願いします。動画発信は稽古まで、あもちろん、はい、そこは今後また読んでいただければと思います、ノートと稽古もぜひ、はい、そして稽古またぜひ出てください。あもちろんです、はい、タッペルとよろしくお願いいたします、はい、ということでここまでカラカマ大輔さんと末広徹さんにお付き合いいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。